そのオーストラリアに行かれた後、今度、一気に南半球から北半球に行かれて、最初にまず、イギリスで試合をされました。そうです。After Australia, you moved from the northern, southern hemisphere to the northern hemisphere, and you had your first match in England. それで対戦相手はジェームス・メイソンという選手で、はい、まあ、かつて道のくプロレスにも参戦した選手で、割と若いんですけども、キャッチレスリングの達人というか、はい、そういう選手だったんですけども、Your first opponent was James Mason, who wrestled in Michinoku Pro in the late 90s, and he's known as a master of catch wrestling. And 彼との試合はどうですか？ How was your match against James Mason? ジェームス・メイソンとは日本でも戦ったことがあるので、はい、知らない選手ではなかったので、懐かしいなっていう、お互いに多分そういう感じはあったと思う、はい、で自分は最初イギリスってやっぱそのキャッチっていう独特のスタイルが頭にあったんですけども、はい、今のちょっとイギリスってやっぱりこうキャッチだけにのスタイルと随分変わってきてるなっていう、そのアメリカンスタイルが入ってきたりとか、だからその中でやっぱジェームス・メンソンっていうのはその古いキャッチスタイルにこだわりがあったし、イギリスに来てちょっとこういうキャッチができてよかったなっていうのがあります、はい、なるほど。6年にイギリスで、試合をしてまして、はい、で今インターネットで調べたらその当時 の東郷さんの試合は、その当時東郷さんは佐藤という名前でマスクかぶってたんですけど、はい、試合がロビー・ブルックサイド、はい、リコ・ザ・グラジエーター対テリー・ボーイ・佐藤、はい、それからもう2日目がグレートサスケ、タイガーマスク、中島半蔵対テリーボーイ、佐藤、シリュウという懐かしい。そうっす。道のくプロ came to the UK in 1996 and they had two shows, and in the first show you had a match, six-man tag match, and it was Robbie Brookside and Rico the Graduator versus Terry Boy and Sato. You were called Sato then. Actually that wasn't a six-man tag, but there was aNormal tag match, and on the second day you had a six-man tag match, and that was Great Sasuke, Tiger Mask, and Hanzo Nakajima versus Terry Boy Sato and Shiryu. それでその当時のことは今でも覚えてますか? Do you still remember these matches? すごいお客さんがすごい熱かったのは覚えてますね。はい。この間会場でブルックサイドにあったんですけど、その一番最初に9月に入ってきた時に、その時にそういえば試合したことあったよなっていう話をされて、自分もしたことした記憶はあるんですけど、それが道のくだったのか、イギリスに来て試合したのか、ちょっと自分でもちょっと曖昧だったんですけど、今イギリスで試合したんだっていうのが判明しました。はい。それでその後イギリスから、フィンランドに行ったんですね。フィンランドで、FCF ですね、はい、日本でもおなじみのスターバック の、はい、団体で、はい、対戦してシングルマッチで、対戦して、相手が反則技を使ったので反則勝ちという形になりましたね。はい、北欧のプロレスというのはどういう感じでしたか？So you had a, you went to Finland after thatAnd you had a match in Starbucks organization called FCF, and you had a single match, and your opponent was using illegal moves, and you won it. What was your impression of Northern European wrestling?日本とその交流を持っている選手がやっぱりその団体に一人はいて、すごいやっぱ日本のプロレスがすごいっていうのが感覚がすごいみんなあるみたいで、すごいリスペクトしてくれて、スタイルもなんだろう、かなりこう日本のスタイルに近かったりとかするんですよ。だから意外と逆に、なんか独特のスタイルのがあるのかなと思っていくと、意外と日本のスタイルに近かったりとか、だから
その対戦したクルキも多分スターバック その一番弟子みたいな感じの選手だったんで、すごいやりやすかったですね、うん、面白かったですね、うん、これその後ドイツに行かれて、はい、ドイツで WXW で試合をして、はい、その時は、セミファイナルでですね、イギリスの選手、若手の選手なんですけど、マーティースカルという選手と対戦されました、はい、after that you went to Germany and you had a match for WXW and you had a singles match against Marty Skrull, who is a very promising young British wrestler. それでその試合の印象はどうでしょうか、はい、What was your impression of that match? 彼意外と若い割にすごいキャリアがあって、うん、ですごいうまい選手でしたね、うん、独特の空間を持つ選手で、なんかかなり圧倒されましたね、試合でも、はい、なんか自分 の, そのなかなかスタイルに持っていけなかったんですよ、でその試合でちょっと脇腹を痛めてしまって、はい、でまあ、試合自体もちょっとあまり、うん、自分としては、うん、良くなかったんですけども、でもすごいいい選手でした、うん、そうですね、僕もそこにいたんですけど、序盤で脇腹、あばらを怪我されて、そうですね、はい、その後控え室に一緒に行ったら、はい、お医者さんがいたんですけど、はい、これはもう病院に行かなくちゃダメだって、ね、はい、After the match, we went to the dressing room, and there was a doctor, and the doctor said that you have to see a doctor tonight. それでその後、まあ、ほとんど早朝の時間に病院に行かれて、はいはい、幸いその、あばらは折れてないけども、 そうですね、それでもやっぱり 4,5 週間は休まなくちゃいけないと、ね、はい、We went to the went to the hospital and the doctor said that the ribs are not broken but still you have to have a rest for 4 to 5 weeks。 でも東郷さんは翌日コスチュームを持ってきて、はい、痛み止めを飲んで試合をするつもりで来られる、それを見て僕すごく感動したんですけどBut on the next day, you came to the venue with a costume and you were prepared to wrestle. And I was really touched by that. で、プロモーターは、これはやっぱり試合はできないということで、はい、残念ながら試合はできなかった。The promoter said that you cannot really wrestle, so you couldn't wrestle on that night. その後、怪我の状態はどうですか？ What's your injury after that? その後ですね、まあ、1週間試合がなかったんで、その間かなり冷やしたりとかして、したんで、だいぶ楽になったんでね、で、その翌週ですか、ちょうど EWP っていう、同じトイプ の,、はい、団体に出場したんですけども、痛み止め飲んでやったんで、あと、さらしをお腹に巻いて、ちょっと締めてやったんで、はい、だいぶ問題なく試合はできました、ね、うん、はい、